大館であった江川家の邸宅。この母屋の北側に役所の建物があった。解体修理の前はかやぶきであった。肥料像表門にら山大館所は江戸時代東国の幕府直轄領を支配するために設置された役所のこと。支配地域は伊豆国を中心とし、駿河国、相模国、武蔵国に及び、幕末には海の国も管轄した。また、 伊豆諸島を管轄下に置いたこともある。国高は、管轄領域の変動に伴い一定しないが、5から10万国余り。大官は、平安末以来伊豆国の江川層を領する、清は源氏山と源氏系の江川家によって、ほぼ世襲され、教法8年法歴8年の間を除き、当主は代々、江川太郎在門を名乗り乗り、統治した。にら山大館所は、 江戸本所南割下水とニラ山2箇所にあり、江川市の屋敷内にあった。大館は通常、夏は江戸、冬はニラ山に常駐した。江戸役所で、武蔵、相模、甲斐、ニラ山役所で、伊豆、駿河の支配を担当。また、大館役所の業務を補佐する、鉄先機関として、伊豆国田方軍に、三島陣や甲斐の国鶴軍に、谷村陣や駿河国富士軍に、 松岡神や相模国に荒川文一番書が置かれていた。慶長元年、徳川家康の家臣、江川英長官営9年が伊豆大官職に任命されたのが始まりとされる。江戸時代初期の段階では伊豆国の大半が三島大官所の支配で、遠方5年当時の二ラ山大官所支配地は4809国余りだった。支配領域を増やしていくのは、 元六年間以降のことである。教法八年十一月、当時の二ラ山大官江川秀勝の相模国家水教及び戸塚王館、入りと伊藤修造の際、相模国の中原おはやし松田氏の不正が発覚。秀勝は大官職を罷免される。以後、官上奉行の支配下に置かれた。法歴9年、前年に、三島大官所が、九州合併されたことに伴い、 江川秀政が、二良山大官職に復帰し、伊豆国の幕府領を一円、支配することになった。その後、江川氏が代々二良山大官を世襲し、明治維新を迎える。静岡県伊豆の国市二良山ヤマアザ一番地に、大官であった江川家の邸宅が現存しており、江川邸と呼ばれ一般公開されている。母屋は、江川家住宅として、1958年5月14日付で、 国の重要文化財に指定され、1993年12月9日付で、蔵、門などの付属建物並びに土地が重要文化財に追加指定された。現在は1967年に設立された財団法人江川文庫の所有である。公益財団法人江川文庫所有の重要文化財は以下の通り、 パンフレットより1958年5月14日文化財保護委員会国第三38号文化財を重要文化財に指定する県1993年12月9日文部省国第百146号重要文化財に文化財を追加して指定し名称等についての記載事項を改める件、重要文化財江川帝平成25年6月19日文部科学省 国時代115号平成25年6月19日文部科学省国時代115号。ありがとうございます。